ネクストタイム、よしきの番です。挨拶お願いします。刻んでいこうぜ、人差し指の反復横跳び。はい、よろしく。今日ずっと会ってから言いたかったことあるんだけど、はい、ちょっと待って、動かないでよ。おでこに草ついてる。どこ？よしきから見て右上、その辺。本当だ、やべえ、草タイプだ感じ。完全に草タイプだよ。今日は前回305本を45秒切りでありましたね。リカバリー5分とかで、まあ、一応設定は守れてたんだけど、リカバリーがちょっと守りきれなくて、最後だけ5分待ちだったんだっけ。はい、うん、まあ、僕の中ではできなかった練習と思ってまして、うん、はい、今日はそれのリベンジというか、リベンジマッチ。今日のタイトル、できない練習やるまでやるんだよね。できない練習をやるまでやる、できるようになった姿を見せたいというか、本当にちょうどです、ちょうど2週間。スピードはある程度結構やってきたというか、できることを全て今やってるつもりではいるんで、うん、まあ、どうなってるのか、前回できなかったものができるようになってればいいなっていう。そうだね、リベンジというか、まあ、確認というか、うん、できなくても、もしね、はい、もしできなくても多分見て、なんかそのユウシキさんがこれ練習してるなっていうのは多分分かるかもしれないしね、はいはい、なんかそういう姿も走りの中で見せてほしいなと思います、うん、ちょっとやってみてだね。そうだね、はい、とりあえず今日も頑張っていきたいと思います。いってらっしゃい。いやマジね、死ぬって分かってるからね、うん、めっちゃテンション上がんない。前回はこのきつさが分かんないで、うん、いけるっしょみたいな、うん、今はあのきつさを知ってるから、うん、3本目終えてふうってなろう一回。あ、そうだね、やってた。でも前回は3本目終わった時点で、うん、もうダメだ、やばいやばいみたいな、から、うん、3本目終了後、ふう、それ目標で、あ、ちょっときついけど、まあいけそうだなみたいな、はいはいはい、ちょっとまた3本目終わったらその状態も言うんで、うん、よろしくお願いします。いってらっしゃいませ。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで本日もね、305本しっかりやっていきたいと思うんですけれども、腰が高くなったっていうよりかは、ヨシキさんちょっと大きく見えてきてるよね、やっぱりね。よく、いい意味で、うん、走りもちょっと力づいてきて、気持ちダイナミックになってて、プラスちょっと腰も若干高くなってきてて、ストライドが出るようになってきてるので、遠目から見るとヨシキがいつもより、ね、大きく感じる。うん、ちょっと映像だと分かりづらいところ多々あるかもしれないですけど、プラススパイクにも履き慣れてきてるんで、まあまあいい感じで来るんじゃないかなと僕は思ってます。この動画以外にも彼は練習しているので、先ほども言ってたんですけど、やっぱり疲労感が若干あるといったところなので、みんなの期待に応えるようなタイム出るか分かんないけどって、かなり緊張してます。頑張れ。バツです。疲れてないのね、膝つきたくなるんだよね。はい、ということで話戻しますけれども、みんなの期待に応えれるような走りじゃない可能性もありますけど、確実に進化したところは少し見せられるんじゃないかなと、僕はアップの時点でね、いろいろ見てる感じあるんで。さあ今日はね、ポップライサーの力 T でやっていきたいと思います。ヨシキの走りを実況することによって、ラジオ番組 のオファー待ってます。あ、武田結構話せるんだなと、いったところで狙ってます。ラジオ番組5分レスト、地獄の時間始まります。あ、オッケー、始まりました。いいね、いい動き。10 11 12 13 14、うん、いい入り、いい入り。いいよね、動きね、大きいよね。余裕持ってキープしよう、キープ。40 42 43 44 44秒6。いやー、余裕がある走りに、お前どうか分からんけど落ち着いてゴー。きついねー、さあ5分レスト待っていきたいと思います。さあ2セット目、30秒前に迫ってきております。きついよねー、やだやだやだね。10秒前、時間ちゃんと静止していくのいいね。うん、こっちの方が出力出すの大変なんで、よりきついです。長距離の方は分かると思うけど、皆さん忘れないでほしいのは、ヨシキ長距離選手ってことね。14、いい入り、いい入り。皆さん、これ長距離選手です。これ並行してフルマラソンの練習もしてます。それだけ忘れずに。6 7 8 9 30 40 41 42 43 43秒6。多分27ぐらい入ったな、200。でも余裕あるよ、走りには余裕ある。楽園、何楽園長、
もあるある、あるのね。お前もすぐくそ、アクエリウム持ってこいって。お前しかもカラスいいんじゃないか。お前あっちだ。お前毎回このくだり俺にやらせんだ。お前さあ3本目、ここを楽に吸って終わってふっていきたいところですね。ふっをしたいところです。10秒前、時間。うん、ちょっと攻撃してきたな。もっと腹筋に力入れてっていうアドバイスを治療した後言いたいと思います。やっぱスピード入ってくると長距離選手にはないスピード感で出てくるんで、やっぱり僕もよくありますけど上半身煽っちゃうんですよね。うん、これは仕方ない、普通です。6、7、8、9、30。めちゃくちゃいい入りです。さあキープ中、キープ、キープ。40、41、42、43、44、44秒3。さあ吉木さん、3本目終わってからのあれを聞きたい。はい、3本目終了。ふうです。よし、ふう、ふうです。はい、あと1本キープして、あと1本頑張るだけで、吉木さんの言いそうな言葉いってらっしゃい。え、ここに降りる、まさかここに降りるぐらい低いよ。ほら、めっちゃ低い。伝わるかな。さあ4セット目、これを耐えればあと1本です。思えないよね、多分4セット目が一番鬼門だと思うんだよね。なんだかんだ3セット目をフーって終わらせて、4セット目頑張って、5セット目踏ん張るみたいな、まあ、結局全部頑張ってるんですけどね。10秒前、時間。いいよいいよ、静止していってるからね。3本目ぐらいからね、もうね静止やめたんだよね、多分前。4本目も静止してちゃんと行きました。いや、さっきも同じこと言いますけど、静止してから行くのと流れからの行くのではやっぱ長距離選手全く違うんで、ヨシキの1本1本出してる出力全然違うと思うんですよね。うん、偉い偉い、いいよいいよ。さあちょっときついか、大丈夫か。8、9、30。いいよー、キープして、キープ。40、41、42、43、44、44秒6。さすが、自信持ってラスト1本いってきて。はい、はい、さあラスト1本30秒。ぜひもしっかり結んでいこう。いける、君なら。時間、よっしゃ、いく、頑張れ。 OK、 いいよ。さあしっかり踏んで、踏んでいこう。お前ここリカバリー10分取って45秒でギリギリできたんで、こんな早く成長するもんなのかね。普通にすごくないこれ。でも能力高いんだな、これ普通できません。ここまでこれ吉川の能力ちょっと高い系男子です。それ3分54で来る男なので、戦後もね。うん、32。40、41、42、43、44、44秒5。お疲れ、ナイスラン、完璧です。素晴らしい、素晴らしい、その逆襲。いや強いね。いや、だいぶ強化です。成長しすぎこんなうまくいきません、普通は。いいでしょ。うん、これは自信にしてほしい。いや、ようやったよ、うん、お疲れさん。ありがとう。うん、いうことは木です。木、木、希望の木。あ、そういうことです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あ、こっちだ。 OK。 前回は、うん、もう酸欠ひどくて40分ぐらい動けなかったかな。それぐらい本当に死んでたね。今回はまあ余裕あって終われましたって言ったんですけど、でも前回よりもきついところがケツと裏のハムがもう、うん、他が余裕ある分、前回よりもこのケツハムがピンポイントに割れてて、まあ、なんか多分使えるようになってんのかなって。間違いないね、スプリント力が増したんだろうね、単純に。前回はもうガシガシ力みながら5本とも45秒前後でいきましたって感じだったんですけど、
今日の感覚は最初の 100m で45秒のペースに乗ったらもうあとはその動きというか、うん、リズムを体でキープさせつつ気持ちと呼吸はもうなんか休んでるみたいな。一生懸命やってたけど自動化できてるから楽だったってことだよね。これはマジで800の動きには確実に直結する感覚で、これはね800の体戻ってきたなっていう感覚はすごいあって、去年の2分3出した時よりも確実にない感覚という。マジで今日がたまたまそうだっただけで、でこれが本番出せるかって言ったらまたそこはまた難しくなってくると思うんで、しっかり調整してたね。僕はね800企画史上一番楽しみですって、まあ、2回目だけどまた超楽しみ。あとコスモレーさんもだいぶ慣れたね。だからこれあるスパイクが手に入ったらそっちで走るかもしれないけど、そうですね今のところはコスモレーサー、うん、まああるスパイクが入ったらちょっとあるスパイクを履いて、やっぱこれすげえなってなったらね、うん、そっちで出るかもしれないですけど、今のところこれで練習してるんで、ちょっとこれでさ結果良かったらさ、うん、コスモレーサーのレビュー聞きたいです。あそうです、はい、教えてくださいよ。わかりました。感覚今日は以上です。お疲れ様でした。ありがとうございます。その手なんの、さっきからちょっとムカついてたけどハワイ帰りかお前